その賭博士は今は短冊街にいるそうだ。ちゃんとお連れしろよ。なんか今日のばあちゃんやけに嬉しそうだってばよ。まさかばあちゃんその賭博士と勝負する気じゃねえだろうな。当然さ、いつかの借りを返すチャンスだからね。ってことは前にも勝負したことあんのか。あの時はボロ負けしたが、今回は返り討ちにしてやるよ。絶対無理だってばよ。そんなの。ぽっちゃり系万歳。賢明な選択だな。確かこの辺にいるはずなんだけどな。おい、そこのガキ、もしかしてお前が木の葉からの向かいの忍者か。あ、じゃあじいちゃんが伝説の賭博士の人。ふん、いかにも。わしが人呼んで無敗の男じゃよ。おお、案外簡単に見つかった。じゃあ里まで案内するってばよ、賭博士のじいちゃん。ああ、そうしたいんだがな、ちょっと問題があるんじゃ。実はな、わしの大事な商売道具が盗まれてしもうたんじゃよ。盗まれた？そりゃ一大事だってばよ。その通り。それを取り戻すまではわしは里に行くことができん。そりゃこっちも困るってばよ。よし、わかった、俺が取り戻してやるぜ。ね、どんな奴に盗まれたんだ。ああ、それはそのサルちゃん。え、サル。そう、この近くの山に住んでるサルどんじゃ。ずる賢い奴らでの、山道を通る人間の持ち物を盗んで喜んでる。なるほど、サルのくせに人間様に逆らうとは許せねえってばよ。任せとけ、俺がサルどもをとっちめてやる。この背中のもの、犯人はあの猿か。この盗っ人猿、待ち上がれ。賭博士のじいちゃんから盗んだもん返せ。あ、待て、逃げんなこら。くそ、雑魚に用はねえってばよ。
やっと追いついたぜ。今度は逃がしゃしねえってばよ。行け！僕に任せろ！
このぬすっとザルめ、キュー！あ、待て、まだ逃げる気かこいつ。バイ、いつまで逃げら気が済むんだってばよ。キュー、なんだ。ひょっとして俺と勝負してってのか。面白いってばよ。猿が人間様に勝てると思ってんのか。よっしゃ、勝負してやるってばよ。え、俺の勝ち。またまた俺の勝ち。よし、乗ってきた。この紙、借用書って書いてあるってばよ。何？マジかよ。こりゃあのじいちゃんに話を聞かねえとな。
おお、遅かったな。待ってたぞ。で、わしの道具は？ほらよ、ちゃんと取り戻してきたってばよ。おお、まさしくわしの商売道具。ありがとう。いや、感謝するぞ。じいちゃん、言うことはそれだけかい？ん？どういう意味じゃ、それは。借用書、見たってばよ。ん？あの借用書、じいちゃんが猿に書いたんだろ。道具を盗まれたなんて嘘つきやがって、猿に博打で負けてその方に取られちまったんじゃねえかよ。ったく、無敗の男が聞いて呆れるってばよ。ああ、そうだとも。今のわしは猿にする勝てん男さ。だがな、わしの月を奪ったのはあの伝説のカモなんじゃ。伝説のカモ？もしかしてそれって、あいつとの勝負に勝ってからわしの月は落ちる一方だった。そこでわしは考えた。勝って月を落としたのなら負ければ月が戻るのではないか。わざと負けるだけなら今のわしにもできるはずじゃとな。それで木の葉に来たかったのか。でもさ、もしダメだったら？潔く引退するよ。いろいろ考えてそう決めたんじゃ。頼む、わしを助けると思ってあの女のところに連れて行ってくれ。分かってるってばよ。こっちももともとそれが任務だからな。やっとご到着だね。あんまり遅いんで心配してたんだよ。ただいまばあちゃん。悪い、ちょっと手間取っちゃってさ。客人を無事連れ帰ったんだ。文句を言う気はないよ。ずいぶん久しぶりだね。元気そうで何よりだよ。久しぶりだな。こっちこそ探したぜ、伝説のカモさんよ。ずいぶんな挨拶だね。今度は前のようにはいかないよ。そうでないと困る。じゃない、今度こそとどめを刺してやるぜ。つい本音が出たな、じいちゃん。ナルト、お前は戻っていいよ。ここからは大人の世界だ。ああ、うん。無敗の男、
ついてきな。お膳立ては整ってるよ。案内してもらおうか。ばあちゃんたちどうなったのかな。気になるってばよ。おや、何してるんだこんなところで。あ、ばあちゃん、ずっといたのかい。戻っていいって言ったはずだよ。でもどっちが勝ったのか気になってさ。久々にいい勝負だったね。おってことはひょっとして勝ったのはわしじゃ。そっかって、じいちゃんが勝った。なんでわざと負けるんじゃなかったのかよ。ダメちゃった。わしのテクニックをもってしても伝説のカモがこれほど弱いとは。なんだい、勝ったんだからもっとちゃんとしなよ。ナルト、客人のお帰りだ。お送りしな。いらねえよ、一人で帰れるさ。世話になったな坊主。お互いもう会うこともあるまい。それじゃ達者でな。もう一度聞くけどさ、負けたのは本当にばあちゃんの方か。ああ乾杯だけど、本当にいい勝負だった。負けても気持ちがいいよ。そっか、そりゃよかったってばよ。じいちゃん頑張れ。博打だけが人生じゃねえぞ。